バモス渡辺のテニスチャンネル、略してバモちゃん。はい、というわけで本日はですね、鮎川真奈選手にお越しいただいて、いろいろなレッスン動画を撮らせていただきました。ということで、まだこの撮影は終わりじゃないんです。なんですか？というのもですね、バラエティ色を強めていこうじゃないかということで、このレッスン動画の撮影の後にちょっとしたミニゲームを行いまして、僕と対決だったり、もしくはこのロードトゥー全日本というチャンネルと僕とゲストが一丸となって対決したり、いろいろなバラエティの対決をしていこうというコーナーとなっております。はい、しかも勝ったらなんとスターバックス2000円分のカードプレゼントというわけで、本日鮎川真奈選手に挑戦していただくゲームはですね、ジェスチャーゲーム。ジェスチャーゲームか。ジェスチャーゲーム、この令和になってジェスチャーゲームっていうね、もう一生やっていけますから、このジェスチャーゲームっていう遊び自体。確かに確かに。はい、でしかも今回のルールは、僕とマナさんはチームです。はい、僕よりもマナさんが多く答えるか、マナさんよりも僕が多く答えるか、先に答えた方よりも後者が多く答えたら我々チームの勝ち、先に答えた人よりも後者の人が答えられなかった場合は番組側の勝ち。はい、なんで僕はマナさんが例えば5個当てたら6個以上当てなきゃいけないんですね。で、僕が逆に10個当てたら11個以上当てなきゃ僕らは負けてしまうという形になっております。はい、というわけで、これやらせもクソもありません。はい、ただ単にスタバカードが欲しいという。欲しい、はい、ちょっとね、明日から遠征なんで、ぜひスペインのスターバックス行ってもらって。使えないです。使えないですか？1回は使いたいと思います。じゃあ明日ね、一杯かましてからね、ぜひスペイン遠征頑張っていただけたらなと思います。はい、では早速ジェスチャーゲームの方に入っていきたいと思います。じゃあ最初僕が当てる側、やる側、当てる側ですね。はい、じゃあマナさんがジェスチャーをしていただく側ということで、はい、これ言葉は一切なしですね。はい、初の試みジェスチャーゲーム、やってまいりたいと思います。それではスタート。よーい、スタート。サッカー、聴診器、診察、お医者さん、車、ドライブ。え？もう一回、もう一回。ブツブツ。ヌロ。キョンシー。トン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 。パス。テニスの人がキリオス。身長が高くてシングルバック。身長が高いシングルバック。フェデラー。え？身長は？顔は？身長高いシングルバック、フェデラー、キリオス。あー、ちょっと待って、身長の高いシングルバック、もうちょっとヒント。怒る人、アンダーソン。女子、パス。ピコ太郎。ゴルフ。すいません。山彦。うん？分かった。パス。猪木。
携帯、スマートフォン。電話落とした。万引き。買い物。え？コアラ、コアラ、怠け者。ハンモック。これ難しい。なんかにぶら下がってて、なんかにぶら下がってて、落ちる？パス。終了。いや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 。志村けんだったっけ。あ、いいんでしょ、ちょっとさ。何これ。死ぬ。何これ。あ、いいんじゃんだっけ。あ、そうか。クリタ切ってきた。ちょっと一回答え合わせしていいですか。具体的なんですよ。なるほどね。はい。じゃあまず1個目からちょっと答え合わせいいですか。お医者さん車の運転組みながら。いや、絶対分かるか。うまかったですよね。俗っぽかったです。え、修造さんダブルハンドですよ。あれちょっと待って、あれダブルハンドでしたっけ。あと、コース。あ、こうか、うん、足つるとか。あーわー、あーやばい、特徴をつかんでなかった。火事だ、分かりません。いや、分かんなかった、全然分かんない。どうやって表現します。メラメラ、アントニオ猪木さんね。スマホ落としたら分かる、はい、この買い物、はい、春が木から落ちる。例えばこうやってやってて、最初あで、飛ばしますか。僕何問正解でした。12問ってことは、じゃあマラさんが13個以上答えられないと。えぇ、ー、そうですね。アモスさん結構特徴を捉えて表現してくれそうです。はい、僕これ得意なんで。プロですからね、はい。最後のシンプル初めてです。新しいですよ、シンプル。あれ、なんでしかも抜け出ってるから、なんか余計なんかダブルでいけないことしてるみたいな。あのほら、死んだ人死んだ人みたいな感じのにも捉えられる。違う違う。行きましょう。カフェの店員さん。あ、ビアだけし。
と、メトメト袋。ルネッサンス。あ、パンケーキ食べたい。わかんない。疲れた。そして、酔っ払い。終了。これどっちですか？今の最後、最後 OK。 おー、なんと、はい、及川さんが12位でしたね。はい、和本さんが10、はい、9。はい、よっしゃー、スーターバースーターバーやったー。どうぞ。勝ち取りました。これやっぱりあれですね、こう我々一緒にね、何回もイベントを回してきて、はい、もう一つできてましたから、今のは出来上がってましたね。はい、あの志村けんさんのアイーンになんだっけ僕すごい的確でしたよね。いや、いろいろだから、これ分かんなかったんですか？何だったんですか？これ政治家三つです。三つです。これが分かんなかったです。ちょっと女っぽく見せるために三つです。三つです。緊急事態宣言を発令します。なるほど。三つです。なるほど。三つです。あ、お腹減った。だから欲しかった。ずっとお腹が痛いとか逆のこと言ってきてたから欲しかった。でもまあ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 、まあ、大幅ですよ。すごい。前回の小倉選手の時なんか失敗したんですよ。コーラ一気飲みで山手線言いますってゲーム、家で練習してきたのにかかわらずあまりにもかわいそすぎて、その感じがで、番組からもう泣けなしのかわいそうだっていうことでサバカードプレゼントありましたけど。あ、そうだったんですね。はい、もうこれは僕らの実力とね、コンビネーションで勝ち取ったもう間違いのないスターバックスですから、これちょっとぜひね、ゆっくりお茶もしてもらって。いや、めちゃめちゃ嬉しいです。はい、ということでロードトゥー全日本 VS 鮎川真奈選手、そして私バモス渡辺、見事ジェスチャーゲーム勝たせていただきました。イエーイ。よいしょー、バーモス、いいね。最後あれやっといた方がいいんですか？深海から墓場まで、まだ深海から墓場まで、マナティー。はい、というわけでありがとうございました。鮎川真奈選手でした。ありがとうございました。いいね、チャンネル登録でバモスのやる気はぐんぐん伸びます。褒められて伸びるテニス芸人、それがバモス渡辺です。